高橋美幸を2月26日から2015年3月30日は、日本の政治家。山形県米沢市長。2004年局日中受賞受賞。1934年、米沢市内の元細区長の高橋久造、まさの長男として誕生する。1959年、米沢市議会議員に当選する。以来3期連続当選し、 1971年まで議員を務める。ついで1975年に山形県議会議員に当選、1979年まで議員を務める。1983年の米沢市長選挙に出馬し、現職候補を僅差で破って初当選し、第28代米沢市長に就任する。以後5期連続当選し、20年の長期政権を築き上げ、 山形県市長会長なども務めた。第32代まで務めて2003年に引退した。次の、第33代米沢市長には、安倍三十郎が当選した。2015年3月30日、旧成人不全のため死去、81歳没。14位。高橋が、米沢市長として進めた事業として、米沢オフィスアルカディアの設置及び企業誘致。 上杉博物館を改組し、全国の森を創設などが挙げられる。ありがとうございます。